筆者は臨床心理士という密室に二人で閉じ込められて、さあ今から1時間話してくださいというようなことをやる職業です。心理士さんは人見知りなんか関係なくて、どんな人でも上手にお話できて聞き上手なんでしょ、なんていうことを言われることも多いのですが、実際問題、僕は人見知りですし、プライベートでの人間関係ではトラブルが多めかもしれません。前書きでこんなことを言ってしまうのもどうかと思うのですが、人見知りが治るということはありません。ただ自分の中にいる人見知りという特徴とうまく付き合えるようになって、対人関係であまり困らなくなることは可能です。例えば私の場合だと、目上の男性と1対1という局面は非常に人見知りしやすい状態であることを自覚していますので、なるべくそのような状況にはならないようにしています。またどうしてもそのような場面になったとしても、適当に話を合わせて適当に切り上げることも上手になりました。このように自分の苦手な場面を把握して、その乗り切り方を具体的にイメージできるようになると、人見知りというのは驚くほど上手に付き合えるようになるものなのです。もし以下のような人がいたら、ぜひこの本を読んでほしいと思っています。 1. 顔見知り程度の人と偶然帰りが一緒になってしまったりするとドキドキする。2. 職場や学校では1対1や多人数で仲良くできるけど、職場や学校を離れた途端緊張する。 3. 人と話すときどこを見れば良いのかわからない。 4. 相手に自分の顔を見られていると思うと緊張する。 5. なかなか人と仲良くなることができない。 6. 自分は俗に言うコミュ障だ。人見知りが解決することはなくとも、上手に付き合うことのヒントはあるかもしれません。本書に出てくる例は全て筆者の作り上げたフィクションの事例です。人見知りをどう捉えるか。まず人見知りをどのように捉えていくかということが重要になってきます。人見知りとはカウンセリング場面などでは対人緊張が強いと言います。スピーチが苦手な人は大勢の人の前で喋る機会があるとドキドキしてしどろもどろになってしまい、思ってもないことを言ってしまうなどということがあるかもしれません。これと同じように対人緊張が強い人は、人と話す場面や誰かと一緒に過ごさなければならない場面でドキドキしたり、何を話してよいかわからなくなって思ってもないことを言ってしまったりと、自然な振る舞いができなくなってしまう人たちです。通常は同じ人と複数回会うことでこの緊張は徐々に解けていますが、緊張が解けるまでの期間は人によりまちまちです。すぐに緊張がなくなる人もいれば、1年以上経っても緊張しっぱなしの人もいます。また誰でも緊張するわけではないが、異性と話すと緊張が強いとか、年下と接するときにどうすればいいかわからなくなる、1対1が苦手、多人数でも自分以外みんな知らない人の場所は苦手など、いろいろな種類の緊張があります。このように考えると、人間は誰しも対人緊張が強い場を持っていると言えるかもしれません。まず最初に自分が人見知りだと思う方は、どのような場面で特に緊張が強いか、どのような場面だと緊張が弱いかということを考えてみてください。きっと自分の特徴がある程度は見えてくると思います。自然な振る舞いができなくなり、気を使い疲れ果てるので、その場面をなるべく避けようとするのが人見知りなのです。言葉が出るか出ないか。人間は人が違えば特徴も違います。言葉についても同じことが言えます。自分の感じていることや思っていることがすぐに言葉になる人もいれば、自分の感じていることや考えていることがすぐには言葉にならない人もいます。言葉が出やすい人というのは、相手が発した言葉についてすぐに反応して言葉を返すことができます。会話もテンポが良く、話が弾むことも多いでしょう。一方、言葉が出にくい人は、相手が発した言葉を一度受け止めて、自分の気持ちを一生懸命言葉にしなければならないため、会話に少し間が必要だったりします。言葉が出にくい人と、せっかちな人が会話すると、自分の気持ちを言葉にする前に、相手が話し始めてしまうため、早く言葉にしないといけない、と思い、非常に疲れたり、次からその人との会話が憂鬱になったりしてしまうことが多いです。心理師は目の前にいる人が言葉がすぐ出る人なのか出ない人なのかというのを最初に見ます。そして言葉が出ない場合は必要以上に間を設けるようにするのです。実はこの言葉の出やすさというのは人見知りと関係している要因の一つであります。こういう人は当然場のテンポが速いとどうしてよいのかわからなくなってしまいます。なのでスピード感がある集団の会話などは緊張してしまう人が多いのです。今の説明が少し分かりづらかったならば、会話のスピードで考えていただけると分かりやすいと思います。人は皆自分に合った会話のスピードというのを持っています。自分はどのくらいの会話のスピードだと緊張が少なく、どのくらいの会話のスピードだと緊張が多いのかを考えてみてください。
これは人見知りと付き合うために最も知っておかなければならない事柄かもしれません。一般的な話をすると、電話や直接話すよりもメールやメッセンジャーなどのやり取りの方が得意ならば、会話のスピードは遅めかもしれません。一つ注意しておきたいのは、会話のスピードが遅いということは、それだけ真剣に受け止めているということでもありますので、遅いからいけない、早いから良いということではありません。あくまでも自分の特徴として、素直に考えてみてください。人目が気になる。実は目線は対人緊張と大きな関わりがあります。もちろん自分が見られていると緊張するというタイプの方もいるのですが、人見知りの方で圧倒的に多いのが自分の目線がどこに行っているのか気になる人です。一般的に見られると緊張する方は、大勢の前のスピーチなどできれば避けたい状況ですが、自分の目線がどこに行っているか気になる人は、大勢の前で話すなどは全然大丈夫だったりします。もちろん両方緊張してしまう方もたくさんいらっしゃいます。電話等では緊張なく話すことができるのにもかかわらず、会って話すのが苦手な方は自分の目線を非常に気にしている可能性があります。そうすると始終自分の目線に気を配らなければならないので、非常に疲れてしまったり変に思われていないかを気にし続けなければなりません。このようなタイプの方は1対1で会う場面をドライブやカウンター越しの席を選んでの食事等にすると、人と会うのが驚くほど楽になったりします。人の評価が気になる。中には人の評価が気になり人見知りになってしまう人もいます。今自分の話したことで相手はどのように思うのかを過度に気にしてしまう状況です。ディスカッションの場で自分の気持ちなどを話すように求められると、正解がないのにもかかわらず正解を探してしまい話せなくなってしまいます。このように人からどのように思われるかや正解のない意見を出す場所で常に正解を探し続けると緊張してしまい、そのような場所を避けるようになっていきます。基本的に自信がない方が多いので、このような方は何でも良いので自分に自信がついてくると人見知りをしなくなってきたりします。あとは陰口を叩かれたり恥をかくのを極端に避ける傾向のある人も多いです。人間関係の枠。人間関係の枠という考え方も人見知りを考える上で重要な概念の一つです。それでは人間関係の枠とはどのようなものなのでしょうか。人間関係の枠というのは、簡単に言うのならば関係性を一言で言い表すことができるものです。例えば教師と生徒というのも一つの枠ですね。枠にはその枠に合った関係性というのがあります。例えば教師と生徒だったら、授業後に先生のところに質問に行くような行動は教師と生徒という枠で説明することができますね。では二人で遊びに行くという行動はどうでしょうか。教師と生徒では少し説明が難しいですね。二人で遊びに行くのは当然卒業後のことでしょうから、この場合は友人などに枠を付け直さなければ緊張してしまうことでしょう。このような人間関係の枠は容易に変えることができる人もいれば、なかなか変えることができない人もいます。また学校の友人など枠をつけてしまうと、学校という場所を出た後にどうしたらよいのかわからなくなってしまうこともあるでしょう。枠のつけ方もいろいろな人がいます。友達のようにざっくり枠をつける人もいれば、学校の友達のように少し細かく枠をつける人もいます。当然のことながら枠を容易に変えることができず、最初から細かい枠をつけてしまう人は人見知りが強いことになります。読者の皆さんは枠のつけ方にどのような特徴があるでしょうか。今までの自分の経験を振り返って見つめ直してみると面白いかもしれませんね。理解者を見つける。人見知りが強い人の場合は、まずは安心して話せる人間関係を特定の人と築くことが非常に重要です。簡単な発想なのですが、自分が苦手な場面は無理して乗り越えたりしようとせずに、安心できる人と一緒にいることの方がよっぽど緊張が少ないからなのです。この自らが緊張しないで関係を築ける人を理解者と呼んだりしたりします。もし周りを見て理解者がいる場合は、理解者の人と一緒に行動し新たな理解者を見つけていくのは非常に有効な手立てと言います。とにかく苦手な状況に関してはなるべく一人で乗り込まないことは重要です。緊張する場面はうまくいくことが少なかったりするので、失敗体験を積み重ね自己肯定感がどんどん下がっていってしまいます。そうすると人見知りにも拍車がかかってしまうというものでしょう。人見知りを治す心理学。それでは人見知りを治す心理学とはどのようなものだったのでしょうか。前書きでも述べましたが、人見知りを治すというのは厳密に言うと非常に難しいですが、うまく付き合っていくことは可能です。それではうまく付き合っていくというのはどういうことだったのでしょう。
まず、人見知りとは、緊張してしまう場面で、自然な振る舞いができなくなってしまい、そのため、失敗体験や不快感を積み重ね、なるべくならその状態を避けたいと思う気持ちです。つまり、緊張する場面を明確に把握しておき、その場所をどのように避けていくか、または緊張しないようにするか、うまくやり過ごすかということを考えておけばよいのです。自分を例にさせていただくならば、私は言葉が出るタイプですが、自分の目線を気にしてしまい、年上の男性と1対1の場面が苦手です。なので、年上の男性に1対1で誘われた時の断り文句は、かなりのバリエーションを持っています。それでも、逃げ切れない時は、誰かもう一人くらい誘うようにしていますし、どうしても1対1で行かないとならない場面ならば、お酒を飲めるところにします。このように、自分の人見知りの種類を明確に把握しておき、その対策をしっかり考えておくことこそが、人見知りを治す心理学と言えるかもしれません。人は皆漠然と、人見知りであるという言葉を使いますが、どのような場面で人見知りを起こすのかということを、きちんと把握していることは多くありません。これを機会にぜひ皆さんも自分がどういう状況が得意で、どういう状況が得意でないかを考えてみるのはいかがでしょうか。後書き。筆者は人間関係がうまくいかないという相談や、引きこもりの知り合いがいて、どうすればよいか困っているという相談を受ける機会は少なくありません。実はこういうケースの裏側には人見知りが隠れていたりします。もし漠然と人間関係がうまくいかないと感じていたり、引きこもりがちである場合は、ぜひ自分の人見知り具合について考えてみてください。いくら考えても、自分の得意な場面や苦手な場面がよく、わからない方は、心理師やカウンセラーの手を借りて、自分の人間関係について話してみるのも悪くないでしょう。一人で考えて出てこないことも、誰かと一緒に考えたり、振り返ったりすることで、わかることもたくさんあるはずです。心理師やカウンセラーはある意味、あなたのテーマを一緒に考えることの専門家です。漠然と生きづらさを感じているけれども、その正体がわからない方は、心理相談室の門を叩くと良いかもしれません。